こんな時間に驚きました。すみません、驚かせてしまって。いいえ、いいんです。私もお話ししたいと思っていましたから、お気になさらないでください。こんな時間までお仕事ですか？ええ、どうしても残務が積み上がってしまって。マリさん、安心してください。今は私一人です。どうぞおかけください。ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、お茶でよろしかったですか？ええ、高層の類でしょうか。いい香り。沼津が誇る名産品です。こんなに近くにいたのに知らなかった。マリさんにも気に入ってもらえたら嬉しいですね。あの子は、ルビー。ええ、今日はルビーも琥珀も帰宅しています。ここのところ緊急の業務続きでしたからね。このまま何も起きなければ良いのですが。そうでしたか。あの子は妖精族でしたね。ええ、姉であるあなたは人と同じ大きさなのですね。あの子はまだ妖力が安定せず、人と同じ形態での生活には不慣れですが、最近は徐々に安定した時間を長く保てるようになってきました。姉妹というのは本当だったのですね。あなたと同じ響きを感じます。あら、そんなことも分かってしまうのですね。私、耳がいいんです。こんな話は初めてしました。確かにマリさんならお分かりかもしれませんね。しかし、あなたもこの町を滑る執務長官の身、これまでさぞかし大変な思いをなさったのではないですか？いえ、そんな大したことはありません。私もまだ若輩の身、琥珀やみんなの支えがあってこその今の立場だと認識しています。あなたも前に進んでいるのですね。ダイヤさん、一つご質問よろしいでしょうか？ええ、なんなりと。その、なぜ私なんかにコンタクトをしてくれたのですか？なぜと言われると、街中響く笑い声、私には眩しくて、でもね、その幸せが続くように祈って